はい、どうも皆さん、こんにちは。ターディーの河野玄斗です。高校数学全パターン化奇跡領域編第3弾。今回のテーマは存在条件です。はい、前回までは奇跡上の点を xy と言って、xy の式を立てた時に、パラメータ t が出てきたと。その時はパラメータを消去してあげれば、x と y の関係式が出るよねっていう話をしたと思うんですけど、それだと、例えば、x が0以上っていう条件だったり、あとはその直線の通過領域で、式が1つしかないからパラメータが消去できない場合など、まあそういった場合で、統一的には理解できない場合があったわけですよね。で、それらの全てのそのパラメータを消去するっていうところも合わせて全てを統一的に理解できるツールっていうものが存在条件なんですよね。なので存在条件をマスターすれば奇跡領域で解けない問題はなくなりますね、正直言うと。まあ、あとはもちろん式変形の練習とかもする必要は出てくるんですけど、少なくとも奇跡領域特有の考え方っていうところはそれだけで全て大丈夫なので、しっかり学んでいきましょう。それでは早速やっていきましょう。高校数学全パターン化奇跡領域編、今回のテーマはパラメータが出てきたら存在条件編です。はい、でこちらが全体像になるんですけど、前回までは奇跡上の点をラージ X ラージ Y とまず置いて、でラージ X とラージ Y の関係式を作る、これがゴールで、ただ奇跡領域の問題っていうのは大体パラメータが出てきますよね。ということで、パラメータが出てきた時どうするか、前回お話したのはパラメータを消去するというわけですね。ただこれだと全ての問題を解けるわけではなくて、パラメータの存在条件を考える、こいつが奇跡領域の本質なんですよ。これさえ押さえれば全ての問題、奇跡領域を統一的に理解できるようになるというわけなんですね。ということで、パラメータの存在条件、これについてお話していきます。はい、例題、問1、 t が実数値をとって変化するとき、直線 y イコール 2tx プラス t2 乗の通過領域を求めようという問題ですね。この問題どうやってやるか、奇跡領域の鉄板、まず奇跡上っていうか、まず領域内の点をラージ X ラージ Y と置くんですね。ラージ X ラージ Y と置いた後、その関係式を求めると。じゃあどうやって考えるかっていうと、ラージ X ラージ Y が直線上の点なので、ラージ Y イコール 2t ラージ X プラス t2 乗。じゃあ次、ラージ X とラージ Y の関係式を求めるんですが、t が入ってきてると。余計なパラメータ t が入ってくるから、t を消去するというわけですよね。t を消去してあげましょうって言っても、あれってなりますよね。その t を消去するためには式が2つなきゃいけないのに、今式1つですよね。式1つで t を消去するっていうのは無理なんですよ。ということで、パラメータの消去という理解だけだと奇跡領域の問題に解けない問題があるんですよね。ということで、ポイント、本質はパラメータ消去ではないんですよね。本質はパラメータの存在条件にあり、これ何回も言ってるのしつこいと思うんですけど、存在条件、これがキーワードなので押さえておいてください。ということで、考え方、直線を動かしていって領域を求めるのは難しいんですよね。つまり、例えば t イコール1の時、直線 y イコール 2x プラス t2 乗は y イコール 2x プラス1ですよね。で、じゃあ t イコール0の時はって言ったら y イコール0ですよね。 t イコールマイナス2の時は、例えば y イコールマイナス 4x プラス4ですよね。こんな感じで t を動かしてって、こいつらの直線がこうわーって動いてって、どういう領域を取るのかなーみたいなことで、わからん、はい、わからんということで、難しいんですよ。まあ一応方落線っていう考え方もあるんですけど、今回は割愛させていただきます。ということで、どうやって考えるか、ある点が領域に含まれるかどうかを判定して外径を捉えていく。これは何のことを言ってるかわかんないですよね。俗に逆像法とか逆手流とか、あのいろいろ言われてると思うんですけど、そういった考え方、存在条件について考えてあげたいと思います。まあこれはちょっとこれだけだと分かんないと思うので、後で例題を通して見ていきたいと思うんですけど、この考え方は、仮にある領域があったとして、ここに点を何かしら代入していくんですよ。例えば3、2みたいなね。で、3、2がここに含まれてますかっていうふうに考えると、じゃあ次、1、0は含まれてますかっていうふうに考えていくわけですよ。で、こんな感じで、点こいつは含まれてるか、含まれてるか、含まれてないか、含まれてないか、含まれてるかっていうのを、どん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 実験していって、最終的に含まれてるものだけを全部取り出してきたものが領域になるという考え方が、逆像法ですね。はい、グラフが汚い。図が汚い。すいません。はい。じゃあそれを実際に例題を通して見ていきましょう。はい、点10は求める領域に含まれるか、まずこういった考え方から始めるんですよね。点10がこの通過領域に含まれるか、それどう思いますか？簡単なんですよ。はい、これ考え方をちょっと変えればよくて、問題を変えるんですよ。点10を通るような t を求めよう。で、もし t があれば、その t の時に点10を通るって言えますよね。逆に t を求めようって言って、 t を求めようとしたら解なしでなれば、どんな t だろうが10を通らないっていうことが分かるので、10は範囲に含まれないっていうふうに分かるんですよ。はい、ということで、点10を通るような t を求めようって言われたらどうやって考えるか、
もちろん1、0を代入しますよね。y イコール 2tx プラス t2 乗の x に1、y イコール0を代入して、0イコール 2t プラス t2 乗。はい、求めてあげると、t イコール0マイナス2。t あるんですよ。t あるっていうのはどういうことか。もう一回言うと、t が0とマイナス2。この時に点10を通るっていうことは、点10は領域内に含まれるっていうことなんですよね。じゃあ、次。点0マイナス1は求める領域に含まれるかっていうふうに今度は考えると同じ。考え方は、点0マイナス1を通るような t を求めようというふうにして、x と y に0とマイナス1をそれぞれ代入してあげると、マイナス1イコール t2 乗。代入してあげると、マイナス1イコール t2 乗。この t を満たすのは、もちろん存在しないですよね。2乗は絶対に0以上だ。ということで、点0マイナス1は求める領域に含まれないということがわかるんですよね。こんな感じで、すべての点においてやってあげれば、外形がつかめると。でも全ての点なんてキリがないんじゃないかと思いますよね。ということで t が存在しないということは点0マイナス1を通る直線は存在しないということですよね。つまり領域に含まれないですよね。こんな感じで点10、点0マイナス1、点23、点54、点68みたいな感じで全部全部全部調べていってあげて、最終的に含まれているものだけをかき集めてあげれば外形がつかめるわけなんですよ。ただ全ての点について代入することはまあ事実上不可能ですよね。ということでどうしたらいいのか。はい、領域内の点を large x large y と置いて large x と large y の関係式を求める。これが全てですよね。はい、原点に戻ると、これで考えてあげる。で、その large x large y 定数なんですよね。さっきの10だったり 0-1 だったりっていう何かしらの文字が入っていて、その文字、その large x large y がその領域内に含まれていますかっていうことを考えればいいんですよ。で、含まれていますか、こういう場合に含まれていますって、こういう場合、これが large x と large y の関係式に対応していくわけなんですよ。ということで、さっきと同じような考え方をしていけばいいというわけなんですよね。はい、ということで、点 large x large y が領域に含まれるっていうのは、さっきと全く一緒。この large x large y をこいつに代入した large y イコール 2t large x プラス t2 乗。これを満たす t があれば、その t の時にこの直線が点 large x large y を通るという風になるわけなんですよ。ということで t が存在することが条件なんですよね。じゃあそういう条件を考えてあげればいい。 t が存在する、それどういうことかっていうと、もちろん t についての二次方程式を考えてあげる。 t についての式ですね。 t が存在ということは t についての方程式なので、 t について整理してあげて、こいつが存在すればいい。で、これは t の二次方程式だから、判別式 d が0以上となれば良いので、まあ、4分の d を取ってあげると large x2 乗プラス large y が0以上、y 大なりイコールマイナス x2 乗となるので、戻してあげて、今日 y がマイナス x2 乗より大きければいいと。答えは、はい、こんな感じですよね。一応領域を求める上で重要になってくるのがこの境界を含むっていう話ですね。はい、でここで一回確認しておいてほしいのが、 large x large y っていうのはさっき10とか 0-1 とかを入れていった延長なので定数なんですよね。定数っていうのは要は例えば π とか、あの π って 3.141592 点点点っていう値が代入されてるわけじゃないですか。それと同じで large x っていう何かしらの数学上定数があるみたいなイメージですよね。何かしらの large x、 何かしらの large y っていう数字があって、それが領域内に含まれますかっていうふうに考えてるわけですよね。で、領域内に含まれるかっていうふうに考えたときに、その t が存在する、パラメータが存在すれば、そのパラメータの値を取るときに large x large y が通るので領域内に含まれるっていうふうに言えるわけなんですよ。そういうふうに考えると、 large x と large y って定数として扱って、パラメータの方が変数として扱われるっていう風な見方をしてあげるということを常に意識してあげてください。そういう風に見ると、このように変形するのは当然なんですよ。 x と y が定数で t が変数なので、このように整理するのは当たり前ですよ。二次方程式なんだから、このように整理してあげるわけですよ。はい、ということで、こういう風に整理するのは当たり前。なぜかっていうと、 large x large y は定数だから。代入するもの、要はその100-1とか入れていく流れで large x large y というものを置いて代入してあげて、で large x large y は定数だから、そのパラメータ t が出てきた時は、パラメータ t が存在しますかっていうことで、 t についての変数として見てあげて、 large x large y は定数として見てあげる。で、このように変換してあげて、あとはそれを見てあげると、 t についての二次方程式であれば、当然判別式が0以上っていう条件で求めてあげるっていうわけですね。で、それによって large x large y の関係式が求まるので答えが出るというわけなんですよ。はい、ということで、この流れをしっかりと押さえてあげれば、まずは存在条件についてバッチリというわけですね。はい、ということで、パラメータを消去するっていうわけではなく、パラメータの存在条件を考える、これが本質なんですよ。もう一問例題を見ていきましょう。問2、 x プラス y が全実数の範囲を動くとき、 x プラス y、 xy の描く領域を求めよう。これどういう問題かというと、まあ、例えば x が 0、y イコール1のときは x プラス y が 1、xy が0なので
点10を通ると。他に例えば x イコール2、y イコール1の場合、x プラス y が3、xy イコール2になりますよね。ということで3、2を通ると。まあ、こんな感じで x と y にいろんな値を入れてあげてプロットしていくと、まあこう、ある領域が出来上がるわけですよね。で、その領域の外径を求めてあげればいいんですけど、わからんっていう感じになるので。はい、わからんですよね。はい、わからん。ということで、描く領域を求めてあげればいいと。はい、これどうしたらいいかっていうと、先ほど言ったように、逆に領域があった場合に、ある点を入れてあげて、その点がその領域に含まれますかっていうふうに考えてあげるわけですよ。例えば、領域内に点3、2が含まれますかっていう問題だったとすると、もちろんさっき3、2が出てきたので含まれるんですけど、それを実際確認してあげると。どうやって考えるかっていうと、3、2が含まれるような X と Y を求めてあげればいいと。はい。X プラス Y イコール3、XY イコール2。これを満たすような X と Y があるかを調べてあげればいいんですよね。はい。じゃあそれをどうやって求めてあげるかっていうと、こいつを解いてあげればいいので、はい。解と係数の関係ですね。T2 乗引く 3T プラス2イコール0。これの2回が X と Y になってあげると。もちろん、y イコールマイナス x プラス3っていう風にこいつを変形して代入してあげることで、まあこれ同じような結果を導けるんですけど、解と係数の掛け算がスマート。で、t イコール xy。で、こいつを求めてあげればいいので、もちろんこいつの解は t イコール1と2ですよね。ということで、xy が1、2、はたまた逆転させた2、1の場合が存在すると。要は、xy が存在するということは、その x イコール1、y イコール2の時に、その3、2を通るということなので、存在するイコール領域内に含まれるっていうことですね。ということで、同じ要領で点3、2、4、3、5、4、6、5、点点点っていう風に調べていけばいいと。すべての場合について調べていけばいいんですけど、それだと難しい。どうやって考えたらいいか。領域内の点を large x large y といて、large x large y の関係式を求めてあげるんですよね。はい。ということで、large x large y 何かしらの定数をポンって打ち込みますと、そいつが領域内に含まれますかっていうふうに考えると。で、large x large y の関係式がこういう時に含まれますよっていうふうにやれば、それが、その関係式がそのまま、その求める領域になるわけなんですよ。で、その求める関係式含まれますかっていうのはどういう時かっていうと、x プラス y イコール large x、xy イコール large y っていうふうに置いてあげて、式を立ててあげて、パラメータ xy があるっていうことは、そのパラメータの存在条件を求めてあげればそれでいいんですよ。つまりそのパラメータ xy があれば、その xy、その値の時に、その戻してあげれば、large x large y、こいつが通るよっていうふうにわかるわけですよね。で、その時に large x large y 定数として使う。これが重要なんですよね。つまり large x large y には、さっきの3、2と同じノリで、何かの文字が入っていって、ポンって代入した時に、それが含まれますか？その定数同士の large x と定数 large x large y の関係が、こういう関係の時だったら、含まれますよっていうふうに考えてあげると。最終的に X と Y が存在しますかっていうところに帰着させればいいというわけですね。じゃあ存在条件を求める。どうやって求めてあげればいいか。こいつらが変数なんですよね。変数。で、こいつらが定数というふうに見てあげると、さっきとやることは一緒。X と3、Large X に3、Large Y に2が含まれている場合と全く一緒のことをしてあげればいいと。こいつを解いてあげればいいんですよね。解いてあげる。どうやるか。はい。もちろん、解と係数の関係で、t2 乗引く large xt プラス large y イコール0の2回が t イコール xy というふうに考えてあげて、あとは判別式を通れば、判別式が0以上だった時に x と y が存在しますよね。実数 xy が。なので、それを求めてあげると、y が4分の x2 乗以下となればよいと。で、戻してあげて、求める領域はこうなると。図示すると、はい。y が4分の x2 乗より小さいところにあると。で、境界を含みますね。こんな感じになります。まあ、流れをもう一回復習すると、領域内の点を large x large y と置いてあげて、そのこいつが定数。で、式を立ててあげる。式を立てた時にパラメータが出てくる。パラメータが出てきたら何をするかっていうと、存在条件を考えてあげるっていうことですね。で、その時に large x large y 定数。で、存在条件、そのパラメータの方を変数として見てあげると。そうすると、こいつは x y について解と係数の関係が使えるので、解と係数の関係に基づいて考えてあげると、そいつの判別式が d が0以上になる場合、その場合に x y が存在するんだ。スモール x と y が存在するんだ。ということで、これが求める関係式に他ならないというわけですね。で、それが領域になると、そのまま。という感じの流れになります。はい。ということで、今回はパラメータの存在条件を考えるということをお話ししましたと。ただ、前回までパラメータを消去するっていうふうに言って、しかもそれでほとんどの問題解けちゃったじゃないですか。じゃあ、パラメータを消去するって、それで解けんのに存在条件なんで考える必要があるのっていうふうになると思うんですけど、それっていうのは、パラメータの存在条件っていうのが実は結論から言うと大元なんですよ。もう本質。その本質があって、じゃあそのパラメータの存在条件どうやって考えるのか。そういった時にパラメータを消去してあげるっていうことを考えるわけなんですよね。で、それがその関係性、
そのパラメータの存在条件っていうものの中に消去っていうものがあるっていうことをしっかりと分かるためには、この同値性を、ここに出てくる同値性、これを意識する必要があるんですよね。しっかりと式変形をうまく同値っていうものを意識しながらしてあげると。それで初めて理解できるようになるんですよ。で、それの同値性を意識すれば、必然的に x が0以上っていうちょっと変わった条件だったり、x 2乗引く 4y が0以上っていうものだったり、そのパラメータ t が消去されるときに、パラメータが残した遺言的なもの、そういった遺言的なものを全て統一的に理解できるようになると。ということで、パラメータの存在条件っていうところ、本質っていうところが分かった上で、同値性を意識して式が変形できるようになれば、もうそれは本当に無双できますね。奇跡領域で解けない問題はなくなりますと。ということで、奇跡領域って、こんな感じで論理を積み重ねていって、一つの学問体系が出来上がっているもので、すごく面白い分野だと思うんですね。だから、どんどん勉強していってください。次回は超特別講義として、同値性についてお話しして、で、その奇跡領域の全パターン化第4弾として、そのパラメータの存在条件と同値性を融合させていこうと、というふうに考えています。で、それ融合さえできてしまえば、もう式も立てられる。で、式を立てた後で、パラメータの存在条件っていう見方ができる。存在条件っていう見方ができた上で、その式変形もできる。もうすべて奇跡領域で必要なパーツが揃うので、最後までしっかりと勉強していってみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。